さてやってまいりました、東区原田、皆さんおなじみ原田公園ということでですね原田といえばあれですよね、船木船木バリハイのロケで2回目出てくることある？行きましょう、ね、若葉地自慢、はい、世界的歌姫に提供異色のデザイナー。異色っていうことは何だろうな、もともとデザイナーじゃなかったよっていうことなの、おそらくね。福岡県民と触れ合いながらお題となる自慢を探すこちらの企画。ロケでは県民が秘めている自慢を町内放送のように披露してもらいます。わが町自慢バリハヤ町内放送。こんにちは、聞きたいことがありましてね。異色のデザイナーっていう人がこの近くにいるはずなんですよ、地元に。ごめんなさい、全くわからないです。全くわからない。お二人の自慢を聞かせてもらっていいですか？最近子供が生まれまして。お、はいはいはい、こっから。うわすごい、下から出てくるとなんかちょっと感動があるライオンキング的なね。聖光神さんね、藤川さん、こんにちは。すいません、異色のデザイナーっていうのを探してるんですよ。デザイナーさんだったら、まあ、うちの患者さんで一人、荒木さんのことだと思う。荒木さんのことだと思う。荒木さん、僕が言ってもなんなんですけど、顧客の情報流して大丈夫ですか？あとで本人絶対自力じゃ絶対もう無理だけど。あ、荒木さんだ。ちょっと押してみましょう。すいません、ちょっとロケで伺ったんですけどよろしいでしょうか？すいません、はい、あ、どうも、はい、世界的歌姫に提供異色のデザイナーはあなたということでよろしいでしょうか？はい、僕です。 OK！ 世界的歌姫っていうのはどなたのことですか？ガガさん、レディーガガさん。レディーガガさんだ。レディーガガさんといったらですね、もう特殊なね衣装を着てらっしゃるイメージありますけど、これもう衣装提供ということでいいんですか？はい、そうです、衣装を作らせていただきました。すごい、レディーガガにも衣装提供した世界的デザイナー荒木史郎さん。福岡を代表する歌姫ミーシャさんをはじめ、生田絵梨花さん、エミさんなど多くの有名アーティストの舞台衣装も手掛けています。そんな作品が生まれるアトリエにお邪魔すると、ボリューミーなふわっとしたモチーフが特徴になってくるんですか？そうですね、基本的には全部自然界からイメージを取ってきて、それを表現してるっていうのが多いです。いや、そもそも荒木さんは大学からそういう専門に行ったんですか？はいはい、いや違います、一回就職しました。精神科で働いてました。精神科で働いていて、はい、で、まあ病んじゃって自分がですね。ああ、自分が、はい、ありますもんね、そういうね、はいはい、携わってたら自分の方も病んじゃうみたいなことって言いますけども、はい、そうですね。それで、それで、で、アパレルの販売員をやってました。販売員、今度は、はい、そこでショーウィンドウをディスプレイするっていうお仕事があって、うん、作るのって純粋に楽しいなって、初めて、生まれて初めて思いました。ものづくりの楽しさを知った荒木さんは29歳で服飾専門学校に入学。その後ロンドンの芸術大学の大学院へ進み首席で卒業。すると転機が。スタイリストさんから連絡があって、はいはいはい、そのスタイリストさんが、ガガさんのスタイリストでだって感じです。ライブとかをされたんですか？ミュージックビデオ。あ、ミュージックビデオ、はい、っていうことは見れるってことですか？は、見れないです。え、どういうことですか？作って撮影も終わったんだけど、はい、メール来てお蔵入りになりそうだって。え、悔しいですね。悔しい、今悔しくなりましたね今
一世一代の大チャンス。一着の衣装を作るために3日間で30着分をデザイン。しかし結果はまさかのお蔵入り。そんな荒木さんを慰めようと、こがけんさんからある提案が。荒木さんの作った衣装を僕が着て気を紛らわしてもらえるかなと思ってるんですけども、ちょっと荒木さんいかがですか。あ、ぜひ着ていただけたら嬉しいです。あ、いや、よかった。業界屈指のおしゃれ芸人こがけんさんと世界的衣装デザイナーが特別コラボ。普段の衣装からは想像できないようなスーパーモデルに大変身。そうですね、その着させてもらって本当にこう素晴らしい衣装だと思います。ただですね、やっぱ僕の髪型が手伝って今栗の師匠みたいになっているし、僕の 髪型のせいです本当に。アルキさんどうですか、これ着て。いいんじゃないですか。軽すぎるでしょ。ね、少しでも荒木さんの気が晴れるといいんですが、今回はこのままいつもの歌いっちゃいます。幻想的で美しい荒木さんの一生、今日のとこはレディーガガじゃなくてレディーコガで許して。いい声でした。